ごめんなさい、起こしちゃった？あれは夢じゃなかったの？いいえ、いいえ、夢じゃないの。それじゃあ、あったかいお風呂に入る？お風呂が済んだらご飯食べに行きましょう。それでいい？よし、じゃあ貯めてくるね。すごく綺麗だね。本物の人間みたいだよ。お風呂いいわよ。被害者はトッド・ウィリアムズ、コークタウン在住の35歳の男性です。情報によると所有していた AX400 型に銃で撃たれたとのことです。アンドロイドは現場から逃走し、現在警察が追跡中です。ジョス・ダグラスが現場から生中継でお伝えしました。もしああしなかったら殺されてたよ。これからどうするの？行くあてもないのに。おまわりさんにも追われてるんでしょ？昨日出会ったアンドロイドが住所をくれたの。助けてくれるかもって。行ってみない？乗り越えられるはず。二人でいれば怖いものなんてない。さあ準備して、食べ物を探してくる。そうしたら出発よ。デトロイト市警のアンダーソン警部補だ。ゆうべアンドロイドが近所の店から金を盗んだんだが、何か見てないか？アンドロイド？うちはアンドロイドお断りだ。これに似た人を見ていないですか？くっそ、おかしいと思ったんだよ。ゆうべここに来たよ。普通の服着てた。それで気づかなかったんだよ。まだいるのか？
ああ、28号室にいる。そうか、どうも。車で待ってろ。警部補、私はあなたよりもアンドロイドに詳しいんですよ。いいか、俺に口答えするな。機械は黙って命令に従ってりゃいいんだよ。任務を完了させたいだけです。何か不満でも終わりですか？任務を終わらせたいなら俺の邪魔はしないこった。死んじまうぞ。いいか、追うんじゃない。コナー命令だ。大丈夫、アリス。